はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれということでですね、はい、韓国にひよった岸田総理、はい、韓国にファビョリまくった岸田総理に、国士コンビのですね、安倍さんと高市さんがぶち切れましたというお話でございます。はい、これ何かというとですね、佐渡金山の話、もう結構ニュースになってるからご存知の方も多いですよね。今ね、日本政府がですね、その佐渡島の金山をですね、世界遺産に推薦しようじゃないかっていう話があったんですよ。これをですね、なんとですね、見送ろうかなと、推薦ちょっと怖いから見送ろうかなという話でですね、調整に入りまして、これね、来週早々にもですね、今回佐渡島の金山をですね、世界遺産に推薦するのやめますと発表しかねない状況になったんですよ。これを見てですね、ぶち切れたのがこのお二人、はい、安倍さんと高市さんです。そもそもですね、なぜですね、日本政府はですね、この推薦を見送る方向に入ったのかというとですね、韓国なんですよ。韓国がですね、この佐渡島の金山の発掘でですね、韓国人がですね、徴用されてですね、強制労働をさせられたんだと、ここは強制労働の現場であると、そんな強制労働の現場をですね、世界遺産にするなんてとんでもないというですね、言いがかりをつけてきたんですよ。言いがかりをつけてきたんですよ。でね、これね、一応ね、岸田政権にもですね、一応言い訳がありましてですね、こういうね、世界遺産にですね、一回推薦をして、もしそこで拒否をされて NG になってしまったらですね、その世界遺産というのはもう二度とですね、世界遺産に登録されることがないんですよ。そんなルールはないんだけれども、一回ですね、登録でダメって言われたですね、こう世界遺産、遺産がですね、改めて世界遺産に登録されたという事例が今までないらしいんですよ。だからですね、万全の体制、韓国にも反対をされない、万全の体制を期してですね、やっぱり世界遺産への推薦を行いたいとかですね、甘っちょいことを言ってるんですよね。じゃあね、韓国はですね、韓国はですね、ね、どういう形のですね、反対をしているのか、それをですね、明らかにしてくれているのかですね、我らが橋本琴恵姉さんでございます。これ見て、行くよ、なぜ政府は強制連行などはないと、戦わないんでしょうかと、争いを恐れるような輩がですね、政治家をするべきではないんだと、ね、韓国の強制連行の資料化を見なさいと、ね、韓国は一体何をもとにですね、佐渡島の金山で強制連行があったぞって言っているのか、はい、見ます、皆さん、皆さん、これ、出稼ぎの手当支給明細書、はい、出稼ぎの手当支給明細書、要するにですね、給料明細でございます。この給料明細を盾にしてですね、ほら見ろ、この給料明細ことが強制連行の証拠じゃないかって言ってるわけですよ。いや、お前、給料明細って書いてあるじゃねえかよ。お前、出稼ぎに来てたんでしょ？出稼ぎに来てですね、働いてお給料もらったっていうだけの証拠でしょ？なぜそれが強制連行なんですか？強制連行だったら給料明細なんか出しませんよっていう話なんですよ。この程度の証拠を恐れてですね、韓国と議論すらできずに、ファビョってしまう。ね、っていうのがですね、あの岸田政権なんですよ。琴恵姉さんが書いてるでしょ、はい、爆笑者だ。いや、もう爆笑者だよ。ほんとそうだよ。なあ、岸田政権、お前は情けない。それはですね、安倍さん。噛みつくよね、安倍さんですね。論戦を避けて申請をしないというのは間違いであると。いや、ほんとそうなんですよ。ね、今回ですね、韓国がですね、佐渡島は強制連行だって言いがかりをつけてきたでしょ。じゃあね、実際もう申請推薦してしまって、戦えばいいんです。あなたたちのですね、混乱、ね、反論の根拠っていうのはですね、給料明細でしょと。給料明細をもとに強制連行って言われてしまってもですね、おいよ、困っちゃうわという形でですね、お前、笑いながらですね、反論すらに戦えばいいんですよ。だってね、じゃあ万全の準備を整えてですね、申請しますみたいなこと言ってるんだけれども、あのね、韓国ってね、もう千年経ってもですね、恨みを忘れない民族なんですよ。ね、もう来年になっても再来年になってもですね、もう同じことずっと言い続けるんですよ。同じことをずっと言い続ける人たちを相手にですね、今回引く意味ないんですよ。戦えばいいんです。準備ができてない。アホか、ちゃんとできてるだろうがよ。だって、まあ、このね、佐渡島の金山の話ってもう何年も前から話出ていて、ね、韓国はもう反論してたんですよ。ね、反発していたんですよ。いや、それに対する準備をお前らは整えてねえのかと。整えてるだろうと。整えているにもかかわらず今回推薦を見送る理由って何なのよ。もうわけわからん。もう岸田政権わけわからん。今回の対中非難決議に関してもですね、まあ、全然話は違っちゃうけど、ちょっと怒りが収まらんから言わせてもらうと、対中国非難決議もですね、なんかおかしな形で出したでしょ。中国っていう文言を省いて、ウイグルとかチベットっていう言葉も省いてね、なんか人権弾圧で、ね、人権侵害をしているにもかかわらず、人権侵害という言葉を使ったらですね、中国様がめっちゃ怒るかもしれないから、人権状況にしよう。で、なんだそれ。何人権状況って何？じゃあそれ対中非難決議じゃなくて、単なる決議じゃん。中国多分何も言わんぜ。だって、これうちの国の話じゃないでしょと言われちゃうだろうから。はい、これが岸田政権ですよ。もうどうする皆さんどうする？もうとっととこいつらはもう引きずり下ろさないとですね、日本がどんどんおかしな方向に行っちゃうんですけど、というですね、その事例、はい、佐渡島の金山、これ何があったのかちょっと事例を、
時系列に並べてですね、記事を読んでいきましょうか。はい。これですね、今日の朝流れました。はい。韓国反発で佐渡島の金山のですね、世界遺産推薦、なんと見送りに調整と。はい。南京では日本が反発、逆の立場に言ってですね、わけのわからん記事ですよ、これはこれで。うん。政府はですね、19日、文化庁の文化審議会が世界文化遺産の国内推薦候補に選んだ、佐渡の金山についてですね、国連機関ユネスコへのですね、推薦を見送る方向でなんと調整に入りました。もうね、韓国に日和ったんですよ。韓国の反発なので2023年のユネスコ、世界遺産委員会で登録される見通しが立たないと判断をしました。来週にもですね、正式に決定をすると。あのね、もうはっきり言うよ、今この段階で推薦に登録される見通しが立たないんであればですね、1000年経っても見通しが立ちません。韓国の反対ごときでですね、登録される見通しが立たないんであればですね、もう1000年経ってもですね、登録されません。であるならば佐渡の方には申し訳ないけど、今回のですね、この佐渡島の金山の話をトリガーにしてですね、韓国がいかに無茶苦茶なことを言っているかっていうのを世界に見せつけるためにですね、もうあえて推薦をしてがっつり議論すればいいんです。韓国がですね、この反発をしているその根拠がですね、いかに薄いものであるのかっていうのを世界に見せつけるためにですね、がっつり議論すればいいんだよ。だってお前こんなお前給与明細盾に取られてですね、ほらほら給与明細だよ、ほらほらほら、これが強制労働連行の証拠だよって言われてですね、ひーってひよってるような政権いるか、お前。そんな永遠にひより続けなきゃいけなくなりますよ。なぜそれがわからんという話なんだよね。はい、ごめんね、長くなっちゃったね。はい。でですね、これ来週にも正式決定してしまいます。これなんとかして止めないといけないよ。はい、もうね、ダメでもいいから推薦しやがれば、はっきり言うよ。そういう話だよ。で、複数のですね、政府関係者が明らかにしました。世界遺産委員会がですね、一度不可と判断をした推薦候補が、その後に登録をされたケースはなく、政府は24年以降の登録を目指す方針であると。もう何回も言う。もう10年経っても100年経っても韓国は反対し続けますから、どっちにしても世界遺産に登録ができません。でも韓国の反対の内容がいかに薄いものか、根拠が薄いものかっていうのを示すために、今回佐渡島の金山にはトリガーになっていただいて、世界中で分かりやすく議論すればいいじゃないですかね。ここで韓国を叩き潰したらですね、今後韓国が何を言おうともですね、世界遺産に他の文化遺産は全部登録されるはずですよ。俺はそう思うけどね。はい。韓国側はですね、佐渡島の鉱山で強制労働があったと主張して、登録に向けた動きに反発をしていると。ユネスコはですね、昨年世界の記憶ではですね、関係国の異議申し立てを可能にして、結論が出るまで登録をしない制度を導入しました。はい。南京大虐殺の文書の登録に反発をした日本政府が新制度導入を主導した経緯がございます。当たり前だ、お前。南京大虐殺なんてお前まともな証拠何一つねえじゃねえか。そもそもなかったじゃねえかな。そんなものをですね、中国とかでですね、世界文化遺産に登録されてるのはたまったものではございませんからね。こういう動きがあったっていうのは僕はある一定で評価をしますよ。うん。でもだからっつってですね、佐渡の金山は関係ないからね。うん。だからもうなんか文句を言われてしまった遺産はですね、遺産はですね、世界遺産にすることができないっていう今の流れの方がおかしいんだよ。ちゃんと議論すればいい。第三者を入れてですね、ちゃんと議論すればいいんです。もうそれだけでいいんです。その勇気がないんだったらもう岸田政権やめてください、政権降りてくださいっていう話なんです。はい。でユネスコはどこだっけ、熱くなっちゃった、この辺かな。はい。外務省内では今回は日本が逆の立場になって韓国の反発がある中で、推薦をすればですね、国際社会の信用を失いかねないとの判断も働いた。バカを言うんじゃないよ。じゃあ文句言ったもん勝ちじゃねえかよな。議論するっつうのだから。文化庁はですね、昨年の12月佐渡島の金山が国内候補に選ばれた際、推薦の決定ではなく、今後政府内で、総合的な検討を行うと、注釈をつけた。検討ばっかりだな岸田政権はな。はい。これでですね、韓国は大喜びですよ。これ韓国の記事なんだけど、韓国は大喜びで大々的に報道してます。日本に勝ったーって言ってますよ。こんなんでいいの？ねこんなんでいいの？はい。日本政府、佐渡金山の世界遺産推薦の見送りの方向、韓国の反発で困難と判断、韓国嬉しそうに報道というニュースですね。はい。日本政府がですね、日本の植民地時代における朝鮮人の強制労役の現場であった、佐渡金山をユネクソスを世界文化遺産にですね、推薦する構想を見送る方向で調整していると読売新聞が複数の日本政府関係者からの説明をもとにですね、今日報道したと。はい。この文章にはもうすでに嘘があります。はい。日本の植民地時代における朝鮮人の強制労役の現場であった。もうこれは嘘なんだよね。お前、出稼ぎに来てただけじゃねえかよ。な、お前、韓国人、お前、自分たちでですね、騎士団して、出稼ぎに来て給料までもらって帰っていってですね、その給料明細を盾にしてですね、ああ、僕たちは強制的に働かせだって言ってるんですよ。アホじゃない。もう、韓国人と関わると、ろくなことないよね、ほんとね。はい。この報道によるとですね、日本政府は、佐渡金山の世界遺産に推薦をしてもですね、韓国の反発なので、2023年のユネスコ世界遺産委員会で、登録をされる見通しが立たないと判断をしましたとして、来週にもですね、正式に決定をするそうでございます。あのね、何回も言う、推薦して韓国に反発させて徹底的に議論しようぜ。
なあ、第三者がいるところでなあ、それしかないと思うけどね。はい、ユネスコ世界遺産委員会による審査で脱落をした候補が後にですね世界遺産に登録をされた事例はないんです。はい、これを盾にですね岸田君はですねやめとくわって言ってるんだけど、これを盾にされてしまいますとですね、もう100年経っても1000年経ってもね、あの佐渡の金山はですね世界遺産にはならないんですよ。どっちにしてもなりませんからね。であれば戦うべきじゃないのかな。日本政府はですね2024年以降の登録を目指す方針だと読売新聞は伝えました。はい、もう先言っとくわ、2024年以降もですね世界文化遺産に佐渡の金山が登録されることはありません。絶対にないね。この状況で引き下がっているようでは絶対にありませんね。はい、ユネスコはですね世界記憶遺産登録時反対する国がいる場合には審査を中断して対話するように昨年制度を改変しました。この制度はですね日本が南京大虐殺の文書の登録に反対をすればですね世界記憶遺産に事実上登録ができないようにするために日本が主導した措置であったと、これをですね逆用されたんですね。はい、佐渡の金山は世界記憶遺産ではなく世界文化遺産の登録推薦であるため部門が異なるとはいえ、韓国が反対をする佐渡金山を世界遺産に登録しようと日本が主張すればダブルスタンダードだという批判をですね受けることが予想されると。全然予想されませんけどね。そんなこと言ってくる、絶対こんな、そんなん言ってくるのは中国と韓国だけですからね。何も恐れる必要はないんだけどね。はい、しかしですね今年の夏の参院選選挙を控えた自民党内ではですね韓国の反発のせいで推薦を諦めることはできないというですね強硬論が台頭しているため日本政府の最終決定が注目をされると。TBS などによると、タカ派の高市早苗自民党政調会長は、タカ派とかムカつくなのはですね佐渡金山推薦について日本の名誉の問題だとしてですね政府には登録に向けて本気で頑張ってほしいと希望すると。当たり前のことでございます。これは高市さんだけではなくてですね多くの日本人のですね代弁をしてくれているだけでございます。はい、前日の記者会見で語ったと。で、佐渡金山は、江戸時代にはですね、金鉱として有名だったが、太平洋戦争が本格化した後にはですね、銅、鉄、亜鉛など、戦争物資のための鉱山として主に使われ、当時の日本は労働力不足をですね、補うため、朝鮮人を大挙動員したと。うん、自分たちから望んできたんでしょう。給料までもらっといて、強制連行で何言っとるんですか？アホですか？はい。日本帝国強制動員被害者支援財団が出版した資料によるとですね、最大で1200人よのですね、朝鮮人を強制動員したが、実態はほとんど明らかにされてない。だって強制動員した実態がないんだから明らかにしようがないじゃない、そういう話じゃない。としてですね福岡大学の広瀬名誉教授の分析によると、少なくとも2000人程度が動員された後推定をしたとか、雑な推定しやがってこの野郎という話なんだよね。これに対してですね、はい、安倍さんがぶち切れたんでございます。はい、安倍氏佐渡金山論戦避け、申請しないのは間違いだ。本当その通りでございますよ。安倍晋三首相はですね自民党安倍派の会合でですね文化審議会がユネスコの世界文化遺産の推薦候補に選んだ佐渡島の金山についてですね論戦を避ける形で登録を申請しないのは間違っていると指摘をしました。その通りだと思いますよ。はい、同時にですね韓国が韓国人の強制労働の被害現場だとしてですね推薦見送りを主張していることを念頭に、しっかりとファクトベースでね、事実ベースで論戦を反論していくことがですね最も大事ですよとも語りました。いや本当その通りだと思いますよ。反論すらしないんだから日本政府は。そして高市さんぶち切れてます。高市さんはちょっとかなり早めにぶち切れてましたね。はい、自民党の高市政調会長は19日党本部で記者会見をして、世界文化遺産登録を目指す国内候補に選ばれた佐渡金山遺跡についてですね、ユネスコに推薦するべきだと政府に求めました。はい、日本国のですね名誉に関わる問題だと述べました。この日はですね政調会長に就任して初めての定例会見でした。韓国との関係悪化の懸念から明確な方針を示していない政府にですね注文をつけて高い力をアピール。先言ってくるのは、ね、この文章ですね朝日新聞なんですよ。朝日新聞の記事だからね、高い力とかムカつくね言葉をねこれ述べているんだけど、これ高い力のアピールじゃなくて、多くの日本国民が思っていることを高市さんは代弁してくれてるだけですからね。わかります？これ高市さんをですねネトウヨの仲間みたいな感じで言ってますけど、多くの国民の言って考えてることを代弁してくれてるだけなんですよね。そこだけはちゃんと言っておきますね、先にね。はい、佐渡金山は戦時中に佐渡の鉱山で朝鮮半島出身者が働いたなどとして、で韓国政府がですね選定の撤回を求めていると。だって自分たちから働きたいって来て給料までもらって帰ってて、何を文句言うことがあるのかな。やっぱり韓国人の関わりでろくなことがありませんね。はい、高市氏はですね文化遺産としての価値の強さや地元のですね新潟県や佐渡市がですね強く推薦を希望していることに触れ、政府にはですね登録に向けて本気で頑張っていただきたい。本当そうですね、どうしよう。韓国やユネスコへのですね説明を強化するべきだという考えを強調しました。昨年の10月にはですね政調会長に就任をしてから定例の会見を開かなかった理由を問われると、衆院選の政権公約作りや政府のですね新年度予算編成に向けた作業で非常に過密な日程だったと説明をしました。まあ忙しかったもんね。もうロクスポ寝てなかったもんね高橋さんね。今後はですね法案審査がタイトだが、党の方針、
党の政策方針を伝えたいと週1回会見を開く方針を示した。よしよしよし、できれば毎日開いてほしいけどね。なんならあのね、高市さんの YouTube チャンネルで言ってほしいけどね。党幹部ではですね、あの茂木幹事長であるとかですね、福田総務会長は就任以降週1回程度の定例会見を開いていると。お、福田君もそんなことやってたんだね。全然注目されてないから知らなかったけどね。はい、こんな感じでね、文句を言ってるのは安倍さんと高市さんだけではございませんよ。ございませんよ。はい。多くの日本国民も今回のね、あの、岸田政権の動きに関してはですね、めちゃくちゃ不満を言ってるからね、これを岸田政権にお届けしたいなと思います。はい。今までですね、韓国相手に引いたり譲ったりして良かったことはほぼなかったはずですよね、と。特にですね、先方が、対日の切り札として、利用するつもりの歴史問題に関して、事実を主張しないで撤退するなどありえません。日本政府は何度同じ失敗をすれば気が済むんですか、と。日本政府というのはね、岸田政権がアホなだけっていうのもありますけどね。だって安倍政権とか菅政権は韓国に関しては完と毅然と対応していたでしょ。ね、ね、ね。昔のですね、ダメだった頃の日本政権にですね、何やら岸田政権どんどん戻ってきてるんですよね。はい。聞く耳はですね、行動力がなければただの操り人形ですね。決断と誘導されて決めたは違いますと。優柔不断はですね、国の舵取りをするとナンパをしてしまいます。はい。すでにですね、ジグザグ運転の行く先が心配だ。良くも悪くも筋が通った舵取りが懐かしいですね、と。いや、ほんとそうですよね。安倍さんとか菅さんの頃が懐かしいよね、ほんとね、もうね。岸田氏はですね、一体どこの国の総理なんでしょうか。昔はですね、理由を忘れましたが、あちらから反発を受けて大臣が辞めさせられたなんていう話を聞きましたが、まるでその頃に逆戻りでございますなと。あちらが反発をすれば日本が引く構図、これがですね、現状を生んだ原因だとまだ理解できてないんですね、アホの岸田総理は、という話ですよね。もうその通りだと思うわ。はい。ファクト、事実ベースでですね、反論していくことがとっても大切ですね、と言った安倍さんの言葉に対して、ここをぶれずにやっていかないと、ここ数年のですね、原則に基づいた守備一貫性が水の泡に帰しますね、と。もう水泡に帰しますね、と。はい。首相も外務大臣もですね、幹事長も一皮むけばですね、旧態以前たるですね、日本式異なかれ主義者だということですね、と。いや、ほんとそうですよね。要するにですね、なんだろうね、林くんも、ね、茂木くんもですね、そして、岸田総理もですね、もうね、全然ダメですね、という、そんな話でございます。はい。で、安倍元首相の発言はですね、正論でございます。何も反論もせずにですね、尻尾を巻いて退散すればですね、韓国を勢いづかせるだけでございます。岸田首相はですね、弱腰思考をやめてもらいたい。そんな弱腰ではですね、参院選も危ないんじゃないでしょうか。安倍氏、高市氏、なんとか頑張ってください、と。はい、安倍さんの感じ間違えてるけれどもね。うん、いいよ、その気持ちはとても伝わってきますよ。ほんとね。でもね、参院選に関してはですね、弱腰、韓国とか中国に弱腰のですね、岸田君をですね、マスコミが応援するんだよ。マスコミが応援するからですね、参院選は逆にですね、大勝してしまう可能性というのがちょっとあるのがですね、まあ嬉しいところでもあるし、悲しいところでもありますよね。はい。ですね、外交や安全保障について、この政権に期待をしても失望するだけ、メディア受けもいいのは、こういうところが原因ですよね。ほんと情けねえと。はい。その場しのぎでは韓国に足元を見られ、佐渡金山の世界遺産登録は永遠にできなくなりますよね。いや、ほんとそうですよ。今回のことで引くっていうことは、今後永遠に佐渡金山を世界遺産に登録するつもりがないっていうことですからね。ほんとそうよ。慎重を期したとか書いてあるけれども、これ違うからね。岸田政権はね、おそらく内々では佐渡金山の世界遺産登録をもう諦めたんです。許せますか？許せますか？許せないんだったら声を上げようぜ。岸田首相はですね、いろいろな声に耳を傾け臨機応変に対応というが、本件はそういった問題ではないと。国益の問題であると、高橋さんが言ってる通りだよね。堂々と反論して議論する覚悟が必要な問題ではないかと、新潟県民として強く言いたいという話です。こんな感じでですね、もうアホかと、岸田政権アホかというコメントがですね、相次いでおります。この言葉、岸田政権の耳に届くかな？きっと届かないんだろうね。でね、俺ね、安倍さんに一言ね、ちょっとね、お願いしたいことがあって、この安倍晋三チャンネル、これご存知ですよ。安倍さんがですね、YouTube チャンネルを作ったということでですね、数ヶ月前僕ね、もう涙を流しながらですね、大騒ぎをしたことがありましたよね。登録者、現在32万人、私が今29万人超でございますから、いつの間にか安倍さんに抜かれておりました。さすが安倍さんだよね。あっという間に、俺のですね、約2年近くの努力をですね、一瞬で抜いていった安倍さん、さすがでございます。でね、この、ね、安倍晋三チャンネルね、結構見てるんですよ。直近のね、動画がですね、このね、ピアノを弾いてみましたっていうですね、なかなかすごい動画、なんとね、138万回再生と。これね、多分ね、政治家独自のチャンネルとしてはですね、これ最高記録じゃないのかな。政治家の方がですね、自分で撮った動画を上げているっていう動画の中ではですね、おそらく日本一の再生回数を誇るんじゃないのかな。こんな感じでですね、これね、安倍さんがピアノを弾くだけでですね、138万回も再生されるわけですよ。ここでですね、もうね、自民党与党政権だから文句を言いにくいっていうのはわかるんですが、もうね、安倍晋三チャンネルをフルに活用してですね、もう安倍さんのですね、この考えっていうのをですね、YouTube で発信しまくって、多くの国民をですね、これね、安倍さんの考えにこう引きずり込んでいただけませんかね。俺、そのくらいの力がですね、この安倍晋三チャンネルにはあると思いますんで、まあ、いろんなね、状況があってね、なかなかそれを許されないっていうのはあるんだけれども、わかるんだけれども、安倍さん、今こそですね、岸田さんを倒すためにですね、安倍晋三チャンネルを活用しませんか、というお話でございます。そういう話じゃないんだけど、うん、ということでですね、
岸田くんがですね、韓国に日和りました。それに関してですね、安倍さんと高橋さんぶち切れました。そして多くの日本国民のぶち切れています。そして日本国民の中でもね、こう有識者と呼ばれる方々もですね、ぶち切れております。たかだかですね、お前出稼ぎの手当支給明細、出稼ぎのですね、給与明細をですね、縦に取られたくらいでですね、なんで韓国に日和る必要があるんだと。はい、なんとしろもですね、これね、でこの問題ですね、来週にはもう早々に動くんで、またですね、これ大きな動きがありましたらですね、動画にしていきたいなと思ってます。僕個人のね、要望としてはですね、佐渡島の金山、ちょっと韓国と論戦を行うために、あえて推薦いたしましたって言ったらですね、もう、次の参院選、あんた大勝ちか間違いないよ。まあ、マスコミは敵にもあるだろうけれども、でもね、多くの保守は味方になりますよ。はい、今が分かれ目だぞ、岸田君、今が分かれ目だぞ、ちょっと正しく選択をしてくれな、頼みますよ、ということでですね、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。